こんにちは、やる気ありみです。今日はですね、メンズネイルをやってみようと思います。メンズネイル、インスタで調べるとね、もう6万2000件も投稿があったりして、ハッシュタグで、そう、すごい。今日はちょっと体に教えてもらいながら、僕と年男は全く経験がないのでやっていこうかなというふうに思ってます。コロナでも増えそうだよね、リモートワークとか、ね、なんかお家でも始めやすいよね。一旦自分しか見ないしさ、気分上がるの大事、在宅。なんか山田はさ、やったりするの、ネイルは。前やったのは3500万光年前って。いやいや、大ピッチャな。実際は本当は好きです。ネイルすると私の司令塔は私みたいな気分になる。すごいやん、みんなネイルした方がいいやん、ほんなでは行きます。 Here we go。今日テーマをさ、山田さんが決めてくださってるっていうので、それを教えてくれない？発表します。ガチコア上司にプレゼンするときに戦闘力上げてくためのネイルです。これからの時代、ネイルが当たり前になった時代、理解をね、ちょっと想像しながら。僕とさ、年を買ってきたもんあるから、それの紹介したいんやけどさ。してこれ見えますかね、美容 YouTuber の所作のそれや。ケミオのコラボの激モレ爪クラブ、テアームーンっぽいキラキラのハートとか、めちゃくちゃ可愛い、うん、これすごいいいと思って、つけたいと思って買った。ネイル自体はもうなんかすぐ剥がせる。え、結構攻めた色やね。いいね。あ、でも確かに似合いそう。色がさ、この服と合うために、うんうん、あ、小学校の時流行ったミルキーペンみたいな色やね。流行ったな。太田さんは？はい、私はですね、今回コネクト東京さんのこちら12番の12番のお色、めっちゃ可愛い、はい、お色違いで、今回お色違い番の緑系で来たんや。宝石系で攻めてきたね。宝石系で攻めさせていただいたり、よろしくお願いします。ボキャブラリーだけ一丁前やな。揃いましたかね。白とか買ってもよかったかもな。なんかネイルってハマり出すと、もう 沼だと思う。どんどんいいやつに手出したくなっていくわけ。いや、そういうことよね。もも一香りとしては、あ、やっぱり私もこれはすごいわかるなっていうのがあるな。私は篠原涼子だから、サクッと大人色。うるさいよ。じゃあ早速、はい、じゃあ始めていきましょう。はい、はい、最初は、うん、爪を整えていくステップです。え、そんなないねんけど、どうか。爪切りの裏のなんかガリガリみたいなことしてないけど。一旦それでいこう。実家にあるやつや。爪の形を自分の好きなように整えていく、うん、めっちゃ今四角くなってるけど、もうちょっと角丸くしたいなとか。アイスティアイスティアイスティ。この絵面、ちょっとネイル動画としては大丈夫かの感が早速漂ってるんですけど。ちょっとスクエア編みでいくわ。めっちゃ削らなあかんのじゃん。そんないけんの、あんた。爪切りの裏ごと切れ。ツールで言うと、もう戦闘力2ぐらいやから。モード入ってきたかも。結構没頭できていいよね。うん、うん、でも一旦とりあえず綺麗にはした。じゃあ次、汚れの除去。汚れというよりは油分の除去ですね。おお、なるほど。弾いちゃうんだよね。ああ、マニキュアが。油分が乗ってる状態だと、うまく乗っていかないとネイルが。ということで、除光液を含ませて、うん、コットンとかに。はい。さっさっさと拭いて。コットン拭いていけばいいの？うん。これは変えたくせにさ、うん、除光液買うのちょっと恥ずかった。いや、もう恥ずくなくて、なんか年々自分って強なってんねんなと思った。カレーってありがたいよね。カレーってありがたい。自分が女性やったら、絶対50代になったら単発のババアになってると思うもん。でもな、意外とそこの市場レッドオーシャンやで。そうなん？夏木マリ枠に落ち着きたい女結構多いと思う。やっぱり、うん、どこで差別化していくかをちゃんと考えた上で単発に落ち着かないと。なるほど。そう、聞きました。ということで次は、はい、ベースコートを。何ですか？はい、あるー。ベースコートない人は、さっき削ったばっかの爪を噛みながら待っといてください。わかりました。ちなみにベースコートって何をするの？それはベースコートは持ちを良くしたりとか、爪のデコピンをちょっと鳴らして仕上がりを良くしたりとか、うん、やと思う。ベースコートは薄くで塗ったらいいの？そうちゃう。そこは適当ない。じゃあ踊っとこうかな。このあのちゃんと、ね、すごっ、なんだこれ。土台やなんか、さりげなくちゃんとしたの使ってるやん。え、こんな楽しいことずっとやってたの？なあ、
でも今知ったってことは他のまだやったことない人からしたらあんたたちのこともずるいんだからね、うん、いや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 知っちゃった温度踊ろう終わりました。知っちゃったあ、いいじゃん、綺麗。おーい、これで下準備が終わりました、うん、じゃあいよいよお楽しみタイムなんですけど塗っていく時にコツがあるんですけど、うんうん、1個は爪の真ん中からこう真ん中を塗り左右をこう埋めていく、うん、あともう一つポイントが爪のこの際っていうのこのここも塗る、はい、てかここから先に塗った方がいいのかも。ここから剥がれやすいんだよねネイルって。あちゃんとここを補強しましょうみたいな。最初はあんまたっぷりじゃない方がいい。あちゃんとシュッと ある程度液を端っこで、うん、あそうそう今音やってるみたいに。なんか結構サラッとしてる。木はなんかどうやって塗るの。爪めっちゃ短くしてるとちょっと難しいかもね。あでも木は塗れたかも。うっすらしてるほら。何回も重ね塗りせなあかんってこと。重ねていこう。 OK。ちょっと待って息止まるわわかる息止めてもうた。できてきてるかな。おいいやん。これ男性多分経験ないと思うねんけどなんか爪が圧迫されてる感じあるな。え完全にこんなん流行るやん。せやん楽しいよ。完全におもろいでこんなん絶対みんなやった方がいいわ、うん、あでもやっぱつけすぎるとこうなんねんな。勉強になるな。おい、うん、焦りは禁物しかし手早くそれがネイルの極意です。うるさいな。めっちゃ分かったよね口聞くやん。どうすか。可愛い上手。左手完成した。可愛い。やばい上がるこれ。でもこれ今からさ右手を塗んねんけどさ。そうなんか右手塗るときはハケを固定して指をスッと引く。はあ。待って左手全然無理やわ。むずい。いやむずいよな。だから手引いてみて。やりづらい。分かった。いやすごい楽しい。楽しいよ、ね、めっちゃめっちゃいいこれ。いや完全になんかこう潔く塗るっていうのがめっちゃ大事やなっていう、うん、恋もネイルも潔さが大事っていう。だっさましたできたできこれた。じゃあ次は最後はトップコートこれですね。それですね。あマットにしたんや。一発目でマットを選んでくるっていうのが変化球でいいですね。できました。はい。できました。じゃあ発表していきましょうか。トシオピッピさんから。はい、いきまーす。ダダーン。わー、かわいい。かわいい、うん。親指と人差し指と小指に、キラキラをつけた。おっきい肌とかわいい。かわいい。セーラームーンみたい。ネイルの色がもうトシオに合ってるしさ、なんかもうそこの選びでも買ってるな。うんいやめっちゃいいなこれ楽しいマジで。ちなみにあのテーマである怖い上司にプレゼンをするためのアゲネイルとしてはどういう心。その心は、うん、親指のね、うん、ジュエルが、うん、これがちょっとあのステッキみたいな感じなんで、うん、スティックみたいなね、うん、ここをこう押さえることで、うん、ルルルルルみたいなパワーチャージ的なね。パワーチャージって言ってそうここを合わせるとルル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 みなぎってくれてるよしみたいな感じですわ。発動みたいな発動。じゃあ次は太田さん行ってみましょうか。はい、まず時代設定的に最初こう山田さんはもうみんながネイルメンズが普通にしてる時代って言ったんやけど、うん、僕はちょっとまだ流行り始めてるらしいぞぐらいの時代の時に、うん、まだ上司もちょっとね、うん、見たことないぐらいの時なので、うん、そういうタイムラインでいきましょうと。でもこう主張は強いという感じで、うん、はい行きます、はい、ドン。あいい、めちゃくちゃいい。こう普通にプレゼンしてたなんですけど、あいい、すごい、めっちゃいい、めっちゃいい、すごい、ちょっと未来のビジネスネイルってことね。そうそんな感じです。今私の爪すっぴんじゃんみたいな恥ずかしさ出てきたもん。逆に、ね、逆に二人の可愛すぎて。どうだった二人やってみて。あのね、いやめちゃくちゃ楽しかった。ガチのトーンじゃん。こうする意味が分かったもん、このポーズ。そうそうそう、あーこうやって上から見たいもん。あこうやった時とかにすごいいいよ。そうなのよ。あめっちゃいい。それ一個一個手を意識しちゃうのよ、うん、もう絶対これからさ、うん、スタンダードになっていくと思ったわ、う
ね、うん、ということでぜひ皆さんも、はい、やってみてください。やる気ありんでした。やる気ありんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。